いいですよ。不満です。え？あなたに恥ずかしいところをいっぱい見られてしまいました。許せません。ずるいです。卑怯です。何でもしますから。でも一番不満なのは、あなたに助けられて嬉しく思ってしまったことです。え？私は男の人の気持ちも付き合い方もよくわかりません。だからあなたが教えてください。かつて、あなたのおじいさんが私に教えてくれたように。でも、優しいセリス先輩の本音を出せば、みんな先輩のこと、可愛くて好きになると思いますよ。可愛い？男の人に、初めて。